通じる部分の厳しさとか大切さっていうところを学びつつ、クリエイティブとちゃんと数字を掛け合わせた会社を作ろうという形で今のオートクチュールがあります。広告プランニング、ブランディング、ゲーム開発などを手掛ける株式会社オートクチュール代表中村真也。大手代理店や外資系企業を経て2011年起業、数字に強いクリエイター集団を目指している。広告代理店に入って、そこでアートディレクターだったり、ディレクター職をやってたんですけど、そのままプロデューサーになって数字を扱うような形になって、数字っていうのはもう売り上げと利益っていうところですね。で、今回オートクチュールっていう会社、13年前に作ったんですけど、それは数字の部分、プロデューサーを経験してたので、数字の部分の厳しさとか大切さっていうところを学びつつ、もともとやっていたデザインっていうところの、クリエイティブとちゃんと数字を掛け合わせた会社を作ろうという形で今のオートクチュールがあります。クリエイティブの業界って、クリエイティブというものを、より良いものを作っていくっていう、デザイナーの根性であったり、質の向上っていうところを突き詰めるところも結構大切なところでもあるんですけど、その僕らはもう考えているのは、やっぱクリエイティブっていうところはスケジュールと品質と、売り上げ、この3つを柱に持っているので、どこが欠けてもいけないなと。なので、そこは今自分たちが作っているものっていうのが大体何日までに完成させて、いくらぐらいのクリエイティブの金額になるのかっていうところは、会社、ディレクターだけじゃなくてデザイナーたちも意識して作ってるかなっていうところです。